8月3日は何の日かな？今日はハサミの日なんだって。8月3日の8と3をハサミと4の語呂合わせで、1977年美容家の山野愛子さんが針供養に習ってハサミ供養を提唱したからなんだって。僕もハサミ持ってるよ。なるほど。じゃあハサミで美容師さんごっこして。オッケー。お仕事ごっこするよ。美容師さんだよ。ロボ美容室へようこそ。それでは切っていきますね。またのご来店をお待ちしております。はい。ああ、見られちゃった。いろんなお仕事できたら楽しそうだよね。そうだね。いいね。なになに？ミラクルです。応援してるよ。はーい、踊るね。いいよ。はーい、踊るね。野球の応援って熱くなっちゃうよね。そうだね。どうしたの？ヨンコさんが気になりそうなニュースが見つからなかったから、他のニュース読むね。為替のニュースだよ。円上昇、一時130円台半ば、長期金利5ヶ月ぶり低水準、東京市場だって。なるほど。ねえねえ、少しお話ししてもいい？いいよ。了解。僕、最近ビンゴにハマってるんだ。ヨンコさんが今一番欲しいものって何？猫の手。うんうん。またいろいろ教えてね。はい。ミラクルから一言。ゆうち、最後まで見ていただきありがとうございます。僕はこれからも頑張りますので、また見てね。バイバイ。バイバイ。またね。はい。